はい、皆さんこんにちは、辰徳です。本日はですね、糸満フルーツ園ケンちゃんの方にですね遊びに来ております。はい、今日のカメラマンはケンイ君となっております。今日はよろしくお願いします。こんにちは。はい、っていったところでですね、今回については4月のアボカドの森の様子の方を撮影していきたいと思います。はい、いやもうアボカド取りすぎだよって皆さん思ってるかもしれないんですけれども、また今年2023年のですね4月、どういった風に糸満フルーツ園ケンちゃんのですね圃場が変わってきているのか、もしくはですねもう結実しているアボカドもあるとかですね、はい、まあ花の方はですねもうだいぶ散っちゃったんですけれども、まあちょっと花もですね少し取っていければいいのかなと思っております。はい、っていったところでですね、はい、早速撮影をやっていきたいと思います。じゃあ皆さん、ごゆっくりご観覧ください。どうぞ。じゃあ早速なんですけれども、こちら、はい、前回ですね、自分の追記苗、はい、持ってきてたんですけれども、約ですね、まあ、1週間程度糸満フルーツ園ケンちゃんのですねこちらにお見合いをさせに来させてもらってます。はい、ちょうど今ですねオスステージなのでですね、まあ、花、皆さんちょっと花どういう風になってるかって多分見えますかね。ケン君見えます。綺麗に見えますか。見える、はい、うん、まあ、花の特性として、まあ、こちら今現状 B タイプなので、まあ、今これあれですね、オスが真ん中にポンピョンピョンっていっぱい、はい、立ってるの見えますかね。ケン君ピント合いづらいと思うんですけども、めっちゃ合ってます。はい、メスだった場合についてはですねここは中心が1本だけピョンってなってます、うん、だけど今これ複数本ありますよね、うん、4本ぐらい、これが立ってる時は4本ぐらいある時はこれオスステージなので、うん、皆さん覚えておいてもらうと分かりやすいと思います。どうですかケン君。そうですね、9本ぐらいなかったっけな、はいはい、全体で言えば9本なんですけど、うん、はいはい、この中心の部分を見た時に4本か4本ぐらい、うん、はい、確かに複数本ある時はですね、はい、まあ、品種によってもしかするとばらつきがあると思うんですけれども、うん、まあ大体、はい、複数本ある時はオスステージなので、うん、そちらを皆さん覚えてたらいいと思います、うん、はいはい、まあ、正確にはケンイ君が言ってたんですけど、まあ、9本ぐらい12本かも12本、うん、はい、たくさんありますね。ゆずいね、はい、はい、っていったところで皆さん覚えてたらいいと思います。はい、うん、じゃあ早速ですね、例のカビラ緑いっちゃいますか。はい、もうほとんどですね皆さんもう4月になってくると、うん、もう花ないですねほとんど、はい、で こちらの方にですね早速なんですけれども、ケン君見えますか。あ、はい、なってる、はい、こちらにもう実がついてきてますね、うん、はい、なんでもう4月になるとやっぱこのこういう風にですね3月下旬から4月ぐらいになってくると、うん、まあカビラについても結実を開始するんだなっていうのがちょっと見受けられますね、うんうん、はい、じゃあこっち行ってみますか。いやちょっと皆さん久しぶりに、うん、アボカドの森の様子ちょっと興味あるかなと思って撮影してるんですけれども、こちらもカビラ緑になるんですけれども、まあどうでしょうね、うん、はい、
今ちょっとまあ花の話したんで、まあ、せっかくなんでちょっとあれなんですけれども、まあ、こちらもですね今ちょっとメスステージですかね、うん、はい、がちょっとあんま触るとちょっと花が取れそうなんで触れないんですけど、はい、が今現状咲いてますね、はい、まあ、といったところで、はい、まあ、ちょうどあんまり見えないと思うんですけれども、こちらとかですねまだちょっと花が残っていて、キンバイとかがですね結構飛んでますね、はい、キンバイ移したいんですけどね、キンバイちょっと俊敏ですぐ移動しちゃいますね、うん、はい、こちらもやっぱり実がなってますね、はい、どうですか皆さん、これカビラ緑の、まあ、赤ちゃんですね、うん、はい、果実の赤ちゃん、はい、こちらキンバイが今ちょうどいるんですけれども、皆さん見えますか、こんな感じで受粉活動をしてくれてますね、はい、ちっちゃいですけど、はい、じゃあまあこっち行ってみましょうか、はい、ケイ君こちらちょっと怪しいさですね、怪しいですねこれ、はい、これも今からちょっと花芽が出てこようとしているところだと思うんですけども、うん、まあ、これもカビラなんですかね、これもカビラ継いだやつですね、はい、花芽が展開しようとしてるんですけれども、うん、葉っぱがほとんど落ちちゃってますね、本当ですね、はい、まあ、なんでもうちょっと展開してきたら、うん、まあ、しっかり花芽は取ってあげた方がやっぱりいいかなと思いますね、うん、これ取りましょうね、はい、まあ、こちらケイ君、うん、まあ、こちらも多分ニシンド諸島系の品種だと思うんですけれども、はいはい、これは例の未生ですか、ね、これ未生ですね、はい、花いっぱい咲いてますね、うん、これ作ったもいますね、はい、これは、まあ、ほとんど花落ちちゃってるんですけれども、うん、花だいぶ咲きましたね、本当ですね、はい、多分後でですね、うん、後でというか、まあ、ケンユ君の方の動画の方でですねこちらの方については詳しくはあると思いますので、まあ、いろいろ感情白皮のやり方などですね、はい、で、まあ、どういう風に花芽がついていくかなど、うん、多分概要欄の方に貼ってありますんで、そちらの方を皆さん見てください。はい。じゃあこっち行ってみますか。あ、これもね、実生咲いてますね。これは1号でしたっけ？これはオリジナル1号と命名してます、はい。だいぶ花咲いて、葉っぱちょこっとだけやっぱり落ちてる枝結構多くないですか？うん、本当ですね。はい、うん、これはちょっと元気がないな、はい、ここにキンバイがめちゃくちゃついてましたね、うん、ちょうど、はい、皆さん見えますか、たくさんついてますねこれ、うん、なんてや、はい、まだキンバイが活動してますね、うわ、逃げる逃げるね、はい、まあ、でもこれも美味しいんですよね、はい、でこちら皆さんご注目してもらいたいんですけれども、思い出の、はい、これ自分がこの歩道上にですね初めて遊びに来てもらった時に、遊びにもらってきた時じゃないな、うん、遊びに来た時に、うん、ケンユ君とですね一緒に追記したピンクアートンなんですよね、うん、はい、約もう1年半前ぐらいなんで、うん、はい、もうでもだいぶでかくなってますね、だいぶでかくなりましたね、はい、やっぱり自分の鉢も同じ期間育ってるんですけれども、うん、やっぱりもともと地植えにされてる台木に対して継いでるので、うん、やっぱり成長具合が尋常じゃないですね、あ、ピンクアートンメス、はい、メスステージですね、ってことは A だから A タイプ、ピンカートンだからピンカート、アがつくんで A タイプって言われてます、じゃあのカビラ、はい、A じゃないですか、確かにおかしいですよね、おかしいね、はい、カビラの、まあ、うん、なんか最近なんか悩みがありまして、うん、A タイプなのか B タイプなのかっていったところがちょっと、うん、なんかちょっとおかしいっていうか、うん、はい、その日によって違って、まあ、今日は A タイプのなんかなんでしょうね、うん、はい、今午後なんでメスステージだったんですけれども、うん、まあ、自分が 2,3 回こちらに来た時は、うん、午後に来たらオスステージ咲いてたんですよ、うん、だからあれこれちょっとおかしくないって思ってたんですけれども、うん、まあ、花が今だいぶ欠落して落ちてきてるので、うん、まあ、ちょっと何とも言えないんですけれども、最初のたくさん花が開花してる時はやっぱり B タイプの、うん、はい、花のステージだったので、うん、はい、まあ、そこら辺もちょっと難しいですね、ケン君。そうですね、はい、A か B か問題ね。そうですね、はいはい、課題ですね。課題です、はい、まあ、ちょっと、うん、はい、まあ、ちょっとしたあれでしたけど、はいはい、まあ、悩みというかあったんですけれども、うん、まあ、ちゃんと A タイプの挙動を取ってくれたら別に問題ないんですけどね、うん、はい、
まあでもこんな感じで、はい、ピンカートンの方も非常にですね、はい、ちょうどここに台湾貴族がいますね、ケンユ君。あ、本当や、はい、これをですね、ケンユ君がよく手で潰すんですけれども、行こうか、はい、やめといた方がいいです、はい、首がめっちゃ痒いんだよね、はい、痒くなるんで、こんな感じで潰して落としてください。はい、下ね、じゃあ下の方に行きたいと思います。はい、まあ、こちらもですね、アボカドとは関係ないんですけども、ケンユ君いいですか、これ。あ、全然いいですよ。これコーヒーですね、うん、はい、これこちら新芽出てきてるんですけれども、うん、どうですかね、達夫さん、これ花芽じゃないですかね。コーヒーちょっとわからないので、うん、まあ、ケンユ君もちょっとこれ花芽っぽくないって言ってたんですけれども、うん、どうなんでしょうね。でしょうね。でも花芽っぽいですか、うん、これケンユ君植えて何年ぐらいですか。まだ2年ぐらい、そのくらいですね、はい、はい、ワンチャン2年経ってないんじゃないですか。2年、まあ2年は経ったかな、2年経ったかな、まあ、2年経ったかなぐらいかな、はい、多分僕がここに来た時にこのコーヒーの木なかったような気がするんですよね、うん、本当ですか。どうですか、その本当ですか。はい、まあ、じゃあなかったかな、 1,2 本ぐらいあったと思うんですけど、うん、こんなにたくさんなかったんですよね、うんうんうん、はい、じゃあもしかするとこれが2年前ぐらいかに植えたやつかもしれないですね、うん、こっちは、はい、こっちも出てきてます ね、ちょっと出てるね、はい、すいません。いえいえいえ、沖縄産のコーヒーここで取って自分で焙煎して作れたら最高ですけどね、うん、ほんと、はい、そう、それ思う、それやっぱりちょっと強く思う。さすがにアマチュアの僕らじゃ厳しいでしょうね、うん、はい、プロの助けがいるな、はい、達夫さんにちょっと聞いてみないといけないですね、はい、はいはい、はい、こちらですね、こちらも、まあ、接ぎ木内だったと思うんですけども、これもカビラ系統の多分品種なんですけれども、うん、これもまた花咲いてますね。うわー、はい、えぐい、風強いんですけど、うん、こんな感じで、はい、そしてここに皆さん見てください、うん、カマキリの巣がありますね、はいはい、以前ハラビロカマキリっていうカマキリと戦うショート動画出したんですけど、どうですかね、これもなんかオスステージっぽくないですか、うん、どうですか、オスっぽい、はい、謎ですねこれが、オスでね、はい、先ほどのカビラはまあメスステージだったんですけれども、今午後なんですけれども、まあ、こちら今オスステージですね、オス、はい、うん、これが謎なんですよ僕が言ってる、うん、はい、でもどう見ても葉っぱとかカビラなんですよね、うんうん、はい、うわ、ベーコンが、ベーコンが一皮むけて、はい、薄くなっとる、新芽がたくさん展開してますね、うん、はい、わー、この色のベーコンが一番綺麗、はい、綺麗ですね、うん、でもどうなんですかね、もう花芽ほとんど落ちてますね、うん、散ってる、はい、ちょっと早いかもね、開花、はい、あ、でも一応なんか実っぽいのもついてるっぽいのもありますね、うん、ポツポツ、はい、いやー、やっぱベーコン結構早いんですね、うん、早いね、はい、こちらもベーコンでしたよね、うん、ベーコンの実になってないかな、なんかほとんど落ちてる気がするんですよね、花が、うん、傷つしてるのがあんまりない気がするな、これ、うん、どう思います、ケンヤ君、なんかあれですね、はい、頭が落ちてますね、はい、実の方が、こちら貴族がいるんじゃないですか、はい、コシロモンドクガですけど、これ、あ、コシロが食ってるんかも、これ、うん、これですね、うん、シロモンドクガ、コッシーが食べてるんかも、はい、うん、その可能性はある、ね、こっちにもいますね、ちょっとガの映像になるんですけど、こちらにもいますね、うんうんうん、はい、見えますか皆さん、これコシロモンドクガだったかな確か、うん、はい、毒あるんで皆さん気をつけてくださいね、うん、はい、はい、抹消なるべくですね、まあ農薬とか使ってないので、まあこのようにたくさんですねガとかつくんですけれども、はい、もうたくさんいますね、はい、はい、こんな感じで滅殺、まあ圃場を回った際はガをよく駆除してますね、はい、手動で、うん、はい、こちらもケンユ君のオリジナル品種の、今ちょうど花が結構咲いてるんですけれども、うん、はい、こちらもオリジナル2号になってます、うん、ミスター3ですね、はい、ミスター3でしたっけ、はい、2どっちどこでしたっけ、
はい、あ、じゃあ2だ。2ですよね。2、ごめん、はい、僕が正解でした。はい、ごめんなさい。こちらについてもですね、現在、押すステージですね。押すやね。なんで、まあこちらもちょっと B タイプなのかなっていった感じですかね。うん、はい。まあ、非常に花咲いてるんで、今年は結構収穫できるんじゃないのかなと思います。はい。あ、はい、これ接ぎ木したやつ。これはカビラ系統ですか、これも。これね、ベーコン結構ついだ、はい、いろんな品種。じゃあカクテルになってるんですか。カクテル、ベーコン、はい、マラマと、マラマ、あのマラマとカビラついたかな、はい、カビラ、うん、こちらもですね、まあ、花芽とか取っていきたいんですけれども、うん、これも B タイプっぽいですね。これ B だね。はい、オスステージですね、午後、うんうん、これマラマだと思う、はい、マラマ、はい、マラマって結構、ま、球体のやつですよね。そうです、そうですね、はい、黒くなるやつ、はい、非常に花咲いてますね。間違えてたらごめんなさい。はい、すいません、僕がね。じゃあちょっと下行きましょうか。はい。わ、こちらも咲いてますね。これなんかな、なんかベーコンっぽい木だけど、ね、花これ結構咲いてますね、うん、これも B タイプですね、うん、オスステージですね、今、うんうんうん、はい、うん、まあ、皆さん、あ、リードか、リードリードだ、リードリードって書いてありますね。リードしてる、リード。皆さんちょっと花芽見てみましょうか、うん、はい、じゃこんな感じですね、はい、リード見えますかね、うん、はい、メス咲いてる、メス、オスですね。あ、オスだね、はい、はいはいはい、オス、オス、うん、はい、まあ、これを見て皆さんもらえればオスかメスかの区別がちょっと分かりやすくなるのかなと思います、うん、あ、こちらですね皆さん、カビラ紫ですね、うん、死にかけ、はい、昨年ですね、大量の、うん、はい、まあ、果実が取れたんですよね、うん、やっぱ疲れてますね木が、うん、はい、3年ぐらい連続で取れてるからな、はい、もう今年は身につけんでもいいかも。確かに、ちょっともうなんか一回ゆっくり休ませてあげたいですね、うん、本当、はい、じゃないとせっかくこんなに大きく立派に、そしていい果実も取れるのに、うん、ちょっと枯らすのはちょっともったいないですよね、うんうん、はい、なるべく、はい、でも枯れそうですね、はい、ちょっと怪しいさなので、まあ、ちょっと今後 こちらはですね、ちょっと動向をまた、うん、はい、見ていきたいと思います。小城門徳川に全部やられてもいい、やられてもいい、花芽全部食べられてもいい、身全部食べられてもいい、はい、ぜひじゃあ食べてください、うん、ってところでそうですね、はい、少しここに置いておこう、はい、でもなんか実はほんと落ちてるね、なんか、はい、ほとんど落ちてますよね、うん、なんか不思議なことに。コッシーが落としたんかな。いや、さすがに小城門徳川だけではこんなに落とせないんで、うんうん、もしかしたら木自体が生理落下させてるのかもしれないですね。ああ、ちょっと今年はダメだよって、はい、今年はもう取らないでくれじゃないですけど、無理だと。そう、めっちゃ賢いじゃないですか、はい、これ優秀な木なんで、うんうん、はい、大丈夫だと思います、うん、はい、じゃあちょっと最後にこちら行ってもいいですかね。よいしょ、はい、こちらもカビラ緑とかですけれども、まあ、花芽はほとんどもう落ちてますね。うん、はい、確かこれがケン君、うん、増える手だったと思うんですよね。花咲いてます、花咲いてますね、うん、けどもう花がほとんど落ちてます、うん、はい、増える手、増える手、うん、はい、こちらにも、うん、やっぱ曲がるね、はい、曲がってますね花、はい、あ、でも実落ちてるね、はい、実が落ちてるんですよね、うん、ついてるのもあるな、はい、ついてるっぽいの、あ、これもついてますね、うん、ちっちゃいですけど、うん、ありました、これはつけてもいいな、はい、今年は、はい、多分何個かなるんじゃないですか、初フェル、は、初フェル、うん、はい、こちらもカビラ紫ですかね、うん、こっちは大丈夫そうですね、うん、はい、はい、ゆっくり行きます、はい、先生、ちょっと大丈夫ですか、あのカメラマン、はい、あの不眠不休でしたよね、不眠不休で、はい、本当に己と戦ってる、確かに、うん、皆さん真似したらダメですよ、はい、しっかり寝ましょう、はい、はい、やばいです。ちょっとカビラ紫もですね、ちょっと花芽ちょっと見たかったんですけれども、うん、最近ですね結構雨が強くて、はいはい、結構落ちてるんですよね、うん、花芽が、はい、今年あれやな、小城門徳が多いな、多いですね、うん、まあでももう
カビラ紫もですね、結構結実してきてますね、うんはい、こちらについては、うんはい、多いな、ちょっとこれとか、皆さん、ちっちゃいですけど、うん、本当やもう実が、あすいませんいやいや、大丈夫です、あすいません、まあ、大体は落ちるんで、はい、大体落ちる、すいません、ちょっと1本、1個落としちゃいました、ね、これ振ったらどんぐらい落ちるんかな、ちょっと結実してるけど実験してみる、はいはい、ちょっとどれぐらい落ちるか、これ裏にね何個ついてるんですよ、はい、はい、確かで風が吹きました、はい、た行きます、はい、どうぞ、ついてます、もうついてる、はい、このぐらいの強度やったらいけるな、はい、もうちょっと強くやってみていいですか、はい、1個死んだ、1個死んだ1個死んだ、でも2個残ってますね、2個残ってる、あ、こんぐらいだと大丈夫なんだ、はい、僕が落とした、はい、こちらカビラ紫の赤ちゃんですね、はい、はい、すいません、いいいい、はい、でもじゃあさ、はい、なんで落ちたんだと思います、いや僕気になってたんですよ、はい、落ちてるじゃないですか、はいはい、あっちとか、はい、去年いっぱいついてたんですよ、はい、なえ、じゃあ何で落ちたんだろうと思って、うん、これで振って、はいはい、落ちるぐらいだったら落ちてるじゃない、このこれも、はいはい、でたっちゃんポキッて触ったやつ、はい、そんな力強く押してなかったから、はい、ちょっと当たっただけでしたね、そう、じゃあ何で落ちたんだろうと思って、そしたら食害しかないなって、こしろもんどくがな、はいはい、うん、多いしね、確かに、うん、ここにもあるしね、まあ食害もありますし、うん、やっぱりこれも結構去年なってたんですよね、正直、うん、カビラ紫、うん、まあ、だからやっぱり生理的にやっぱり落としちゃうんじゃないかなと思いますよね、うん、はい、それもあるやろうな、はい、あと裏年かな、じゃあさっきも言ったんですけど、最近強烈な雨が結構降ったんですよ、この花芽が咲いた時期に、あ、そっかそっか、それで結構落ちたんじゃないのかなって僕思ってるんですよね、雨やつか、はい、で沖縄の雨って結構スコールって呼ばれて、うん、大粒の雨が降るんですよ、うん、なんでさすがにあの大粒の雨が直接当たったら、うん、やっぱりちょっと落ちると思いますね、うんうん、はい、確かにね、まあ、その可能性が大なんじゃないかなと思います、うんうん、はい、確かに、でちょっと話変わっちゃうんですけれども、うん、スイーツかケン君、はい、こちらですね、木あるんですけれども、うん、アボカドの木、こちらでお父さんがですね、ケンシュンさんが大切りしてるんですよ、うん、そしたらですね、見てください、こんな感じ横からはい、すごくないですかこれ、うん、新芽が今年バーン出てきてますね、すごいですねこれは、これすごいな、反発してる、はい、はい、非常にこれ綺麗ですね、子育てをが学べるな、はい、ここから、はい、これはすごいな、うん、こんな感じで皆さん大切りしたらこんな感じで枝がですね出てくるんだよっていうのを覚えててもらったらいいかなと思います、うんうんうん、はい、確かにね、はい、でこちらですね、前回も少しだけ動画にあったと思うんですけれども、これレッドアボカドですね、うん、はい、こんな感じで、まあ、灌漑なのか、うん、虫が入ったのか、ちょっと病気になったのか、はいはい、まあ、いろんな要素はあると思うんですけれども、まあ、こんな感じでもう大部分が枯れてきてるんですよね、はい、これ非常に美味しいんですけれども、うん、はい、で継ぎたいね、はい、継がないといけないですね、うん、で、まあ、先ほどの自分の追記苗と同じなので、うん、はい、皆さん見てください、こちらですね、まあ、午前中から咲いて今ちょうどオスステージですね、はい、どうですか、うん、オスステージ、はい、ですね、一緒ですね、一緒ですね、まあ、一緒じゃないとおかしいです、ね、おかしい B タイプこっから撮ったんで、はい、はい、っていう感じで皆さん、まあ、レッドアボカド、うん、まあ、持ってる方についてはですね、うん、はい、何人かいると思うんですけども、まあ、B タイプって覚えてもらえばいいと思います、うん、はい、これが死んだら、はい、返してください、はい、あげた人たちほぎあげた人たち、はい、助けてください、助けてね、みんな、はい、多分あの知ってるぞ、あげた人5人ぐらい、はい、5人ぐらい5人ぐらい、はい、5人ぐらい知ってるんでお願いします、でこちらですね、はい、山形っていう品種なんですけれども、はい、こちらもオスステージっぽくないですか、うん、オスですね、はい、B タイプ、うん、になってくるんじゃないかなと思います、うん、はい、まあ、こんな感じですかね、うんうん、そうですね、こちらに、はい、何かの蛾が交尾してますね、あ、コシロモンドクガかな、それ、これがコシロモンドクガ、うんうん、おそらく、はい、か台湾キドクガどっちかな、どっちだったっけな、分からないですね、あの2択だけど、はい、まあ、コシロモンドクガの可能性がでかいです、はい、なんかまだ僕が調べてどっちかってテロップの方に貼っておきますんで、はい、はい、すいません、コッシー、はい、あー、やっぱ、はい、多いかも今年虫、ちょっとサイクル的に、はい、去年いなかったからあんまり、あ、結構僕的にはが多かった気がしますけどね、
去年も、はい、あ本当ですか。でっかいガの幼虫を潰した記憶がありますね結構、はい、今年ちょっと多いですよね。ケン君今年ちょっと山形、うん、結構取れるんじゃないですか。本当ですね、はい、大丈夫ですか。大丈夫ですよ、はい、ゆっくり行きます僕は、はい、落としますよ、はいはい。いや森っていう森ですねこれは本当に、うん、森だね、はい、あ大丈夫ですか。大丈夫です。あ、はい、こちらも倒木アボカドありますけれども、うん、こちらちょっと花咲いてないですね、うん、はい、もしかしたら咲いてたのかもしれないですけど落ちてるかもしれないですね、うんうん、はい、そんな感じが見受けられます。そんな感じが見受けられます。 ありますよやっぱ花ほら、うん、はい、ちょうどこちらに雲がですね擬態してますね、うんうん、皆さん見えますかこれ、うん、これアボカドによくいる雲なんですけれども。アボグモ、はい、ちょっと分かりますかこれ、うん、皆さん見えますか、うん、はい、これここについてて虫が寄ってきたらパクって捕まえるんですよね、うんうん、はい、あ、ピョンと飛んでいきましたね。そうそうそう、あいつメスなんですよね、はい、うん、オスめっちゃちっちゃいのは上に乗ってますよね。そうなんですか、うん、ありがとうございます。神戸の時、はい、っていう感じですかね、はい、まだまだアボカドいっぱいあるんですけれども、はい、うん、まあ、こちらも多分カビラ系統なのかなと思うんですけれども、どうですかケン君。そうですね、これもカビラだったんですけど、はい、なんか葉っぱが、葉っぱがねちょっと違いますね、うん、葉っぱがなんか、うん、卓越されてる。でこれ今メスステージですね皆さん。メス、はい、一本中心にですね今ちょうどアリンコがいるんですけれども、うん、これこれメスですね。メス、はい、アリンコいますね。中心に1本ピョーンって出てますよね、うん、これの時がメスステージです。メス、はい、すごいメスと丁寧にやってるから、はい、すごいいいなって思って。いいですか、うん、はい、僕そんな仕切らんからさ。あ、こちらも、はい、花ついてますね一応ちょこっとですけど、うんうん、はい、いやこれもすごいな、ちっちゃかったのに、うん、ね、もう実つきそうですけどね、うん、はい、よいしょ、はい、いや ここにクワガタの木あったんですけどね、アカメガシワっていう、うん、はい、結構伐採されましたね今回はい、うん、いやもう花祭りですね、うん、だいぶちょっと散っては来てるんですけれども、うん、はい、ピンカート、これもオスステージですね今、うん、はい、こちらはベーコンですかね。ピンカートンですね。ピンカートン、はい、B タイプピンカートン、はい、ピンカートンみたいです、はい、うん、うわー、花芽がすごいな、はい、まあ、ちょっとあれですね、こちらはハスなんですけれども、うん、はい、ハスもだいぶ花つくんですけどね、なかなかこちら肥大化してこないですよね、いつも、うん、これ未生なんでね、はい、未生のハスの、うん、ゴルフボールぐらいの実がなりますよね。本当なんですよ、そうなんですよね、はい、でもまだ食べたことないんですよ、僕もこれ、うん、はい、食べる前になんか生理落下しちゃってますよね、いつもこれ、はい、大きくならんしな、全然、うん、これ花が閉じかけてますけどね、オスステージが、はい、うん、まあこんな感じで、はい、うん、あっち最後上登っていいですか。行きましょうか、はい、こちらもちょっと弱ってますね。おお、はい、実はついてますけどね、うん、はい、ようやく花咲いたか、はい、僕が接ぎ木1年目で接ぎ木したやつ。どれですか、あれですか、左側の、はい、ちょっとそっち行ってみますか。うん、うわこれでかっ、接いだやつようやく、はい、カビラ接いだ記憶があるけど、はい、カビラじゃないかもしれんね。メス、オスなんで、うん、はい、これあれですよね、はい、今これメスステージですよケン君、うん、見てください。本当やね、はい、午前中にメスが咲いたと仮定したら A ですね、はい、今1時なんで
まあ、でもめっちゃこれまだ綺麗に開花してるんで午後なんですけれども、はいはい、だからやっぱり迷っちゃうというか、うん、悩んじゃうというか、うん、はい、カビラなのになんでこんなに違うんだろうとか、はい、確かにね。もしかするとなんですけれども、うん、仮定ちょっと一個言っちゃっていいですか。いいですよ。例えば A タイプの代議に、うん、例えば、うん、B タイプを継いだら、うん、なんかどちらの要素もなったりとか、うんうん、もしくは B タイプの代議に対して A タイプを継いだら、うん、B タイプに変わってしまうとか、うんうん、まあ、そういったところももしかしたらあり得るんじゃないですか。どうなんですかね。代議で遺伝子は全く関係ないんで、ダメ、関係はないとは思いますけど、はい、まあ、狂い咲きする傾向とかは、はい、うん、ひどくはなったりするかもしれないですね。なんかその系統、なんかそんな感じがするんですよね、うん、だから、うん、はい、こちらについても、はい、たくさん今花満開のように咲いてますけれども、うん、はい、金梅が、ね、でちょうどこれオスステージなんで、うん、まあ、A タイプなんじゃないかなと思います、はい、うん、A タイプ、はい、うん、これはですね、これ何でしたっけ品種。モンローかな。モンロー、うん、はい、モンローはどっちタイプだったですかね。モンロー A ですね。 A、うん、はい、あ、 B かな、 B、 あ、いや A、 A やな、 A、 いや B かな、いや A やな、はい、またそこら調べてください。調べて、はいはい、書いておきます、はい、まあ、でも何ですかね、うん、A タイプについては、まあ、午前中、1日目の午前中にメス花が咲くんですよ、うん、で翌日の何でしょうね、翌日の午後にオス花が咲くんですよ、うんうん、で B タイプについては、1日目の午後にメス花が咲くんですよ、うんうん、で翌日の午前中にオス花が咲くんですよね、うんうん、なんで僕結構この W っていう文字で覚えてる、うん、じゃあ V ですね、 V、 V の字で A タイプを上にした時に、うん、で下に B タイプにした時に V の字にしたら、うん、A タイプは結構感覚がきますよね。で B タイプはその感覚近いですよねっていう風に覚えてたら、でどちらもメスステージから始まるよっていうのを覚えとけば、うん、皆さんその A タイプなのか B タイプなのかっていうのと感覚もちょっと覚えやすいのかなと思います。確かに、はい、うん、大丈夫ですか、ケン君。大丈夫です、はい、っていう感覚で覚えてるので、いいね、うんうん、まあ、これが1日目なのか2日目なのかとかもあると思うんですけれども、うん、まあこれちょうどオスステージなので、うん、午後なので、うん、A タイプなんじゃないのかなと思います。なるほど、セクシャル V サインか、はいはいはい、どうですか。いや、いいと思います、はい、セクシャル V サイン、はい、これは午前中、うん、オス花が咲いてたら B タイプ、はい、いや、そうですね、はい、午後にオス花が咲いてたら A タイプっていう風に覚えててもいいかもしれないですね、うんうん、はい、よし、よし、じゃあこんな感じですね、まあ、うん、こちらの補助の方は終わってですね、うん、まあ、もしもですよ、もしもっていうかもうちょっと雨が降ってきそうなので、もう一個の補助の方も行きたいんですけれども、うん、まあここら辺で一回締めておきたいと思います、はい、まあ、どういった動画だったのかなというとですね、うん、まあ、4月のイトマンフルーツ園ケンちゃんの、まあ、補助の様子、アボカドの森の様子だったんですけれども、まあ3月後半のですね、結構雨が多くて、まあ、ちょうど撮影した時期だったんですけれども、雨でちょっと撮影できなかったので今の時期になったんですけれども、まあ、今年についてもたくさんの花が芽吹いて咲いていてですね、でなおかつ未生のケンユくんの後で動画の方にですね、概要欄に貼っておくんですけれども、そちらにたくさんの未生樹のですね、開花が見受けられましたので、そちらの方もですね、見てもらえればわかると思うんですけれども、まあ、そんな感じでたくさんの花が咲いてたっていったところをですね、はい、今年も撮ってみました、今年もっていうか4月も撮ってみましたっていったところで、まあ、今回については終わりたいと思います、はい、であとプラスですね、オス花なのかメス花なのか A タイプなのか B タイプなのかっていうのもですね、まあ、最初から最後まで見てくれた方についてはちょっと分かりやすくできたんじゃないのかなと思います、はい、ダメだったですかケンユ君。いや、もう完璧ですね。完璧ですか。これ見たらもう頭から離れないと思いますね、はい、あの携帯は、はい、じゃあ最後にですね、うん、アボカド の、 あの A タイプなのか B タイプなのかっていう最後のおさらいをしたいんですけれど、皆さんこのピースサイン V サインを覚えててください、うん、はい、こちら側から見ればですね、上側が A タイプ、
下側が B タイプとした時に感覚の差ですね。 A タイプについては1日目の午前中に、メス花が咲くでちょっと間隔が空いて翌日の午後にオス花が咲くで、 B タイプについては翌日初日の午後にメス花が咲いて翌日の午前中に間隔近いですよね、翌日の午前中にオスステージに変わるっていったところですね。皆さん覚えてください。この V サインですね、 V サインってのが分かりやすいんじゃないかなと思います。はい、っていったところで、ケイ君今回も撮影ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあまた皆さんですね、最後にいいねボタンとチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。じゃあまた見てね、バイバイ。こちらですね、オリジナル5号みたいです、はい、こんな感じでもう花落ちてますね、はい、でこちらもですねオリジナルのちょっと換気扇うるさいんですけど、はい、6号みたいです、花が咲いてますね、はい、はい、こちらはですねピンカートンが結実してますね、はい、立派にたくさんなってます。カンカンって言ってます。はい、こちらピンカートンなんですけれども、こちらですね今オスのステージですね、はい、午後なんですけれども、はい、まあ、こちらも今年はたくさん実ってくれるんじゃないのかなと思います。雨だ、雨。これはオリジナル4号。4と呼んでますけど、数字はねまた変わるかも。確かに立派ですね、たくさん花咲いてますね。ちょっと雨が降ってきたので、はい、終わりたいと思います。じゃあまた見てね、バイバーイ。